今年の平和の詩を朗読するのは宮古高校3年の中間雄介さんです。897点の応募作品の中から選ばれた中間さんの詩は、現在の美しく穏やかな沖縄と戦時中の悲惨な状況が対比して表現されています。創作のきっかけは、今も世界で戦争や紛争が続く現状に対する怒りだといいます。自分がその伝える側として、その自分の中にあった現状の世界に対する怒りであったり平和への思いっていうのを書いてみたいって、皆さんに伝えてみたい。祖父母も戦後生まれで、身近な親族から戦争体験を聞くこともなかったという中間さんですが、悲惨な過去を忘れず平和を願い続けることで世界の平和につなげていきたいと話していました。